クリスマスのディズニーは大混雑なのでしっかり準備して出かけましょう。チャオってことで、今回はこちらディズニーファン12月号の紹介をしたいと思います。今月号の特集は11月の8日から開催予定のディズニークリスマスになっています。まずはランド側からの紹介で、ランド側のパレードがですね、今回は7台の台車が登場するディズニークリスマスストーリーズっていうパレードがまたクリスマスの時期に開催されるんですけど、去年もめっちゃこれいいんですよね、ディズニーのパレードですね。今のハロウィンのパレードと一緒で1日1回の開催予定になってます。パレードがダンボの前からスタートしてトゥーンタウンの方に戻っていくようなパレードル、いつものパレードルートになってるんですけど、途中で3回停止するってことなので、もうそこでですね、またなんかまたちょっとしたイベントが開催されるみたいで、もう今からですね考えただけでもめちゃくちゃ楽しみな、パレードになってます。次の紹介はパーク内での食べ物の紹介がいっぱい紹介されてるんですけど、今ですねハロウィンの時期もそうなんですけど、めっちゃ混んでるんですよね。どこの食べ物屋さんに行っても、まあ、30分ぐらい待たないとご飯食べれないかなという感じになってて、どれもこれも美味しそうなんですけど、なかなかですね、私一人で行ってて、一人でご飯食べるのに30分も並ぶの辛いなってことなんで、もう早い安いの、カレーですね。私は今はパーク内ではカレーばっかり食べています。ディズニーランドで言うとハングリーベア、ディズニーシーで言うとカスパフードコート、そちらでもうちょっと申し訳ないですけど、なんか他のもの本当は食べたいんですけど、一番ですね私やりたいのはキャラクターとのグリーティングやパレードとかショー、そういうのをですね、まあ中心に見たいなと思ってるんで、ちょっと食べ物は優先順位で言うと食べ物はちょっと後ろの方になってるんですけど、まあ、せっかくクリスマスの時期に行ったらおしゃれなチュロスとかスペシャルドリンクをですね食べたいなと思ってるんですけど、なかなか厳しい人が多い感じなんで、まあでも1個は食べてみたいなと思ってます。食事の紹介のところで地図付きで紹介されてるんで、まあパーク内あんまり行ったことない方でも、そのこの本に掲載されているその地図をですね写真撮っとって携帯のですねあのお気に入りとかに登録しとったら、パーク内でもですねすぐパッと開けて、あここで何がある、ここでどういうの売ってるっていうのが分かりやすく掲載されているので、活用されてみてはいかがでしょうか。昨年ですね初めてディズニーのクリスマスに行ったんですが、とにかくどこもここも素敵で、もうですねもっともっとディズニーが好きになってしまったんですが、でもですね、でもまあ今もそうなんですけど、どこ行ってもすごい人で、なんかもう人混みを避けてですねいろんなとこ行ったりしたんで、今思えばあそこ行けばよかった、ここ行けばよかったっていうのがですねいっぱいあるんで、今年はそんなことにならないように事前にこちらのディズニーファンを読んでですね情報収集して、今回はクリスマスいい感じで迎えれればいいかなと思います。ってことで次に行きましょう。ディズニーシーも今年はですね、入って左側の大きい客船コロンビアっていう、まあ、大きい船があるんですけど、その船の前の広場で高さ15メートルのクリスマスツリーが登場するということです。昨年はディズニーランドのワールドバザールって言って入ってすぐのところ の、 あのお土産屋さんとかあるところですよね、そこでもクリスマスツリーが出てですね、うわすげえでかーと思ったんですけど、今年はディズニーランドにもその15メートルのツリーが登場するし、ディズニーシー側でもクリスマスツリーが登場するということで、特にディズニーシー側は入ってまあ地球儀がありますよね。でその奥にお土産屋さんが両サイドにあるんですけど、そこのこうなんかトンネルみたいになってるところにもクリスマスの装飾が去年は素敵に飾られていたので、今年はですねディズニーシーに行ったら、まあそこのクリスマスの装飾を見て、そこから入って左側の方に行って、そこで見たらまたいいんじゃないかな、その客船コロンビアとツリーの写真撮ってみたり、後ろのタワーオブテラーとツリーの写真撮ってみたり、プロメテウス火山とツリーの写真撮ってみたりということで、今から考えてただけでももうワクワクめっちゃワクワクしちゃいますね。ディズニーシーもですね、ディズニーシーの方 の、 あのハーバーグリーティングって言って、こう真ん中の海のところにミッキーたちが船に乗ってくるグリーティングがあるんですけど、今年もミッキーたちがですねサンタクロースの
衣装で登場ということで、ちょっとですね、まあ、遠目になるんですけど、まあでも結構いろんなところから見れる。しかも、まあ、1日1回か2回開催されるってことなので、まあ、午前中はこっちで見て、で次はこっちで見てって感じで、まあ、2回開催される日に行かれた時には、まあ、いろんな場所から見てもいいし、まあ、1回どっちか見ればいいかなって方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、その辺もですね、まあ、2回あるっていうのが、ディズニーランドは1回だけなんですけど、ディズニーシーはこういうパレードが2回あるってことなので、まあ、そこもですね、こうパーク内をいろいろ回る時の活用されたらいいんじゃないかなと思います。で次の24ページから掲載されているのがクリスマスグッズです。前回のハロウィングッズもめっちゃいいと思っていましたが、それはですね、もう軽く超えてきました。もう良すぎるっすね。こういう丸いリース、ぬいぐるみ、手持ちバルーン、クリスマスバージョンのガーランドで、バックチャームで、お土産のお菓子とですね、もう今からですね、もう言ってみたら全部欲しいんですけど、いっぱい買ったら怒られちゃうんでね、うんっていっぱい買いすぎるとですね、家で怒る方がいるんで、どれを諦めるか、もうめっちゃ悩んでますということで、クリスマスの特集は冒頭の40ページぐらいにまとめられていますので、もうめっちゃワクワクすると思うんですけど、とりあえず本屋さんで手に取ってみてください。でそれを手に取ってみて、やっぱいいなと思ったらご購入。1冊ですね、これ980円で売られてますので、まあ購入されて、まあディズニーに行く前にちょっと予習されてみてはいかがでしょうか。ということで、あらららら、落ちた。はい、じゃあということで、今からもう一回読んでですね、ディズニーのクリスマス気分に浸りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。皆さん、じゃあご視聴ありがとうございました。さよなら。